アイテム番号。SCP-32-FR。脅威レベル。青。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-32-FR は、装甲コンテナに入れられた状態で、サイト65にある武器類セーフクラス収容ロッカーに保管してください。安全上の理由から、コンテナには2つの錠をつけ、SCP-32-FR の主任研究員及び保管されているサイトの管理者が鍵を管理してください。装甲コンテナの2つの鍵を解錠するには、同時に挿入する必要があります。レベル4の研究員は唯一、2人の武装警備員を同伴した上で実験のための SCP-32-FR へのアクセスが許可されています。敵の攻撃を受けた場合、もしくは収容違反が発生した場合は、少なくとも5人の武装した兵士を収容ロッカーの近くに配置し、敵の侵入に対し収容状態を守る必要があります。SCP-32-FR の実験は、4人の武装警備員を同伴した上で、D クラス職員を用いて行わなければなりません。研究員は、大きな爆発音と 7.62×51mm の弾丸を防ぐことのできる BR7 型ガラスを隔て、実験が行われる隣の部屋で観察する必要があります。双方の部屋はあらゆるウイルスによる感染を防ぐために、しっかりと密閉してください。病原体が実験室で検出された場合、抗菌対策を行わなければなりません。部屋の裏地は 25cm の厚さのコンクリートで補強される必要があります。説明。SCP-32-FR は、ロッドやスプリング、様々な歯車や鍛造された部品など、大部分の部品が金や鉄で作られているボルトピストルです。ピストルのグリップは木材でできており、18世紀のものとみられる琥珀色のニスによって覆われています。通常のボルトピストルとの唯一の大きな違いは、シリンダーヘッドのレバーを作動させることによってロックを開くことができないという点です。代わりに、バレルの下に位置する、ロッドを押し込む必要のある衝撃機構を用いて銃のリロードを行います。その重量は 1200g であり、それは銃のリロードを行った後でも変化しません。SCP-32-FR の内部構造をスキャンしたところ、SCP-914 と同等なレベルの複雑さを持つ小型の機構が確認されました。これらの部品は2つの金属製のネジによって取り付けられていますが、現在に至るまで銃を開く方法は発見されていません。人間が銃を握ると、SCP-32-FR はそれを持っている人の前腕部に入れ墨のような形のローマ数字を刻み込みます。この数字は、発砲できる回数を示すだけでなく、銃撃の効果に相当します。射撃のできる回数は数字と全く同じであり、その数は途中で他者が取得した場合であっても変化しません。すべての弾丸が発射されると、その人物はもうこのオブジェクトを使用することはできません。詳細については、SCP-32-FR 実験記録を参照してください。来歴。SCP-32-FR は、ストラスブールで行われたマーシャル、カーター&ダーク株式会社のオークションに対する財団の襲撃の際に回収されました。オブジェクトに貼付されていた文書は、この武器が18世紀に活躍していた英国の鉄砲の名手である、削除済み、氏によって鍛造されたものであることを示しています。マーシャル、カーター&ダーク株式会社の構成員の事務所で収集した情報によると、世界に SCP-32-FR と同様の武器が5つ存在するということになっています。ここから発見された、削除済み、死だけでなく、SCP-32-FR の効果と同様のものを含んだ事件のグループの情報に基づいて、機動部隊は他の4つのモデルを回収する任務に就きました。マーシャル、カーター&ダーク株式会社の所有する邸宅で発見された研究結果によると、削除済み、死と彼の子孫は、鉄砲ターニャとして無限大のシンボルを生成することに成功していると考えられます。このシンボルは、常に、削除済み、の作業に応じて銃の使用者として最高の効果を得ます。削除済み、死の別の一族に SCP-32-FR を持たせましたが、いずれも九段のシンボルの生成には成功していません。財団に所属するすべての職員に SCP-32-FR を持たせて検証を行うという提案が現在提出されています。SCP-32-FR 実験記録。SCP-32-FR とその効果の慎重な取り扱いを必要とする性質により、
実行された SCP-32、FR に関する実験の報告書は、レベル4以上の職員にのみアクセスが許可されています。それより下位のレベルの職員がこの報告書を参照している場合、自発的もしくは強制的にクラス D 記憶処理を施す必要があり、その後 D クラス職員に降格させなければなりません。報告書のフォーマット、名前、腕の数字、射撃の効果、事案、発生した場合。名前、D、2031、腕の数字、5、射撃の効果、D、2031は銃を握り、それを発砲した。リヒター、スケールでマグニチュード 4.5 の地震が D、2031の立っている位置を震源地として発生した。事案、食器が壊れたことを除き、サイト、65では重大な事案は報告されていない。収容違反も発生しなかった。メモ、D、2031は、武器のさらなる実験のための、あまりにもクール、なボランティアを発見しました。主任研究員である、博士はこの要求を承認しました。名前、D、2031、腕の数字、5、射撃の効果、D、2031はもう一度武器の実験を行った。リヒター、スケールでマグニチュード 4.3 の地震が D、2031の立っている位置を震源地として発生した。事案、食器が壊れたことを除き、サイト、65では重大な事案は報告されていない。シェフはそれらが正常な動きをしていなかったと訴えた。収容違反も発生していない。メモ、さらなる3回の実験では同様の結果が得られ、D、2031は銃を発砲することが不可能になりました。D、2031の前腕部に刻まれていた数字は消失しています。腕の数字は個人が、発砲する、ことのできる回数です。発砲した個人は同様の効果を得ることができます。私たちは、他の効果が存在するかどうかを確認するために D、2031とは異なる数字を持つ人物を発見する必要がある。博士。名前、D、3155、腕の数字、32、射撃の効果。D、3155は SCP-32、FR を握り、ターゲットに向かって重心を向け、研究員に対し、腕に文字が書かれることは普通のことなのか、と質問した。確認を受けると、D、3155は SCP-32、FR を発砲し、その影響により瞬時に彼の顎に鋭い痛みが走った。調査の結果、SCP-32、FR から発射された弾丸は未知の手段によって D、3155の下顎から摘出された親知らずであることが判明した。問題の刃は、口径 9mm の弾丸が生み出すものに相当する、しかし不規則な衝撃を放ち、ターゲットに深くめり込んだ状態で発見された。事案、なし。メモ、私たちは、腕に書かれている数字は被験者の顎に存在する刃の総数であると推測しています。名前、D、3986、腕の数字、6、射撃の効果。対象は銃を取り、彼の腕に現れる数字は通常の現象であると説明を受けた後、20メートル先のターゲットに対して発砲した。注射器やはり、ナイフやその他の鋭利な物品がターゲットに向かって時速約、km で発射された。それらは道筋にあるものを全て貫通し、最終的に実験室の壁によって静止した。その後、発射された物品は同様の物品よりも4倍も鋭いことが判明した。事案、なし。メモ、SCP-32、FR の重心の直径は 12mm ですが、いくつかの発射された物体は直径 40cm 幅の剪定バサミのようなはるかに大きな直径を持つものであることが確認されています。名前、D、4194、腕の数字、50、射撃の効果。対象は銃をつかみ、ターゲットに発砲した。SCP-32、FR より紫色の光線が放出された。この光線は D、4194に触れる前に実験室の壁で数回反射した。すぐに全ての衣服が彼から滑り落ち、いくつかの試みにもかかわらず身につけることができなくなっていた。さらなる実験により、対象の摩擦がなくなっていることが判明した。例えば対象の至近距離で発射された弾丸はスピードを失うことなく対象の体の上を滑り続けた。事案、なし。メモ、D、4194の摩擦係数は、4日の地の試験において正常に戻っていることが明らかになりました。名前、D、3006、腕の数字、90、射撃の効果、D、
SCP-3006 は SCP-32、FR を握って、ターゲットに銃身を向け発砲した。実験室は防音済みであったが、隣の部屋まで甲高い音が部分的に聞こえてきた。同時に、ターゲットに衝撃の結果としての弾痕が残っておらず弾丸の発射が確認されなかった上、D-3006 は耳に手を当てて悲鳴を上げ、床に崩れ落ちた。調査の結果、音は SCP-32、FR の使用時に発生し、D-3006 のよう耳の鼓膜が大きく損傷したことが明らかになった。ターゲットからは弾丸は見つからなかった。事案。実験を監督したチームのメンバーのうち数人が、耳鳴りを訴えて診療所に入院した。メモ。発射されたものが私たちの次元のレベルでは知覚できなかったか、単に音だけが発射されたのか、発射したものが小さすぎターゲットにたどり着く前に消滅したのかは不明です。D-3006 が実験中に急に SCP-32、FR を取り落としたものの、幸いなことに破損はありませんでした。次に何が起こるかはわからないので、次回の実験からは実験室の床にカーペットの類を敷くことを考慮しましょう。ヨハネス博士。名前、D-5941。腕の数字、11。射撃の効果、D-5941 は SCP-32、FR を掴んだ。彼女は今までの生活の中で銃を扱う技術を身につけており、ターゲットを狙うのに彼女の能力の心配をする必要はない状況であった。射撃のスキルについては影響を及ぼさないことが証明されていたので、実験として D-5941 はターゲットに向かって発砲した。ターゲットに対して小さな弱々しいフィラメントのような弾丸が発射された。発射された弾丸はターゲットに着弾するとすぐ、10秒で根を張り始め、何らかの種子であることが明らかになった。それから4秒後、紫色の小さなラフレシア、ラフレシアケリーのような花や、いくつかの葉が発生し、淡く発光し始めた。D-5941 は次に何をすべきかを尋ねた。彼女は反対側の壁の方に行き花や葉に触れないように指示された。それは実行された。さらに30秒後、花は推定で直径60メートルの大きさに達し、実験室内で青色の胞子や蛍光を多様に放出し始めた。実験は中止され、後々の分析のために胞子をいくつか採取した後、残りの胞子や植物は焼却された。事案。D-5941 は、この胞子が人生物学的に何らかの効果を持っているかどうかを確認するため、観察室に隔離された。メモ。分析により、胞子はヘゴ属ヘゴ科、キアテア、インターメディア、シアチインターメディア、のものに近いことが判明していますが、それらはシダ植物であり、観測されたように花を咲かせることはありません。名前、D-1988。腕の数字、54。射撃の効果、D-1988 は SCP-32、FR を掴むと、ターゲットに向かって弾丸を発砲した。SCP-32、FR からは水の露が高速で噴出され、空気中で結晶化し、ターゲットにたどり着く前に床を破壊し、床にわずかなこのような傷を残した。D-1988 に床に落ちているものがどんなものかを説明するよう指示したところ、D-1988 は、冷凍庫の底に落ちている小さな氷のような、ゼリー状のもの、であると物体を評価した。サンプルが採取された。事案、なし。メモ、分析の結果、弾丸は 36% の純粋と、64% のバイカル湖の近くに生息するクロテン、マーテスジベリナ、のものと遺伝的に類似している血液からなる混合物であることが明らかとなりました。血液と混ぜられた水が、弾薬として用いることができると考えられる方法を私にもぜひとも教えていただきたいものです。ヨハネス博士。名前、D-2108。腕の数字、3。射撃の効果、D-2108 は SCP-32、FR を振り回し、そして発砲した。大きなゴロゴロとなるような音の後に眩しいフラッシュが発生し、監視していた研究員及び監視装置が数秒の間目つぶしされた。ターゲットは黒焦げになっており、D-2108 は意識不明の状態で発見された。多数の電磁的干渉が行われていたにもかかわらず、測定装置の一部は1億V の電圧が発生していたことを示していた。事案、D-2108 は2週間の昏睡状態に陥り、覚醒後彼は医者に、幸運だった、と伝えられた。メモ、
実験後の分析では、室内が高い温度にさらされ、オゾンが発生していたことが明らかになりました。私は武器から本物の雷が出たと考えているので、シューティングゲームに使うのが危険であるのが非常に残念だ。承認は出ないな。ベンジー博士。名前、D2749。腕の数字。1、射撃の効果。D2749 は SCP-32、FR のグリップを握り発砲した。SCP-32、FR の発射口より、丸みを帯びた白い物体が壁に向かって高速で発射された。弾丸は停止するまでに何枚かの壁を破り、数メートル離れた研究員のグループに接触した。事案、D2749 はいくつかの肋骨の骨折と大きな打ち出血だけで済んだが、残念ながら彼と一緒に巻き込まれた研究員は右腕の骨が粉砕され肋骨の大半が粉々になった。メモ、驚くべきことに、研究員に命中する前に弾丸が貫通した壁やその他の使用外物で破、速度を落とすことができていませんでした。停止した後、弾丸はすべての効果を失い、他の機能のない標準的なプラスチックの弾になったことも注目されます。こいつは全部の実験室を破壊しても止まらなかったんじゃないのか、収容スペシャリスト、アーケイル。名前、D887。腕の数字、4000、射撃の効果。D887 がターゲットに向けて発砲すると、短く甲高い音が発生した。弾丸は時速、ケイムでターゲットにめり込んだ。D887 は頭蓋骨のあたりがチクチクと痛むことを主張した。ターゲットを調べたところ、弾丸はターゲットに向かって驚くべき速さで発射され、電気をまとっている D887 の頭髪であることが明らかになった。メモ、これが機能するには、いくつかの髪が同じサイズである必要がある。イリウス博士。名前、D7746。腕の数字。20、射撃の効果。D7746 はトリガーを引いた。約 0.3cm の弾丸が極端な速度で発射された。被験者は、自分の手を見て叫び声を上げた。彼女の左手の薬指の爪が剥がれていた。分析の結果、爪が改造されて、ターゲットになるくめり込んでいることが判明した。被験者の爪の大きさを鑑みれば、爪は摩擦によって削られたと考えられる。事案、なし。メモ、以前に行われた実験の結果に鑑みると、ケラチンは SCP-32、FR のお気に入りの弾丸であるようだ。しかし、判断するにはまだ時期尚早か。ムワック博士。名前、D5346。腕の数字、10、射撃の効果。D5346 は、武器を掴んで一瞬の躊躇の後に、研究員のいる防弾ガラスの方向にそれを発砲した。弾丸は時速、ケイムのボーリングの弾であり、それは研究員たちの前にあったガラスを粉々に破壊して、研究助手を殺害した。D5346 は残りの9発を発砲した後、エージェントにより終了された。事案。研究助手が死亡し、2発目の発砲でエージェント。が重傷を負った。実験後、研究員の安全確保は強化されている。メモ。この事故は本当に残念であったが、このことはこれ以上にさらに悪化する可能性がある。私たちはすでに、はるかに危険な軍用品の使用を観察してきた。私たちはこれから、SCP-32、FR の実験のために反抗的でない D クラス職員を用いていかなければならない。ベンジー博士。名前、D7538。腕の数字、35、射撃の効果。発砲の後、D7538 は自分の体の重さを支えることができなくなり、叫ぶことなく死亡した。弾丸は発砲の際に目立つことがなく、ターゲットを調査した後に大きく変質した小さな骨のようなものを発見した。被験者を解剖したところ、頸椎の C1 がなくなっていることが判明した。事案、被験者の死亡。メモ、うわぁ。自分の体の守るための武器として使えるのか、エズコ博士。名前、D3588。腕の数字、666。射撃の効果。D3588 がトリガーを引くと、直径約 50cm の強力な弾丸を発射した。ターゲットはそれが着弾すると発火し、わずか7秒で完全に消失した。事案、なし。メモ、ダメです、フロッグ博士。どんなに主張しようと、私たちはあなたにこの武器を使用させる気はありません。
効果はあなたが使用した時に同じものである保証はありません。名前、フロッグ博士、腕の数字、666、射撃の効果、前回の実験と同じ。事案、なし。メモ、クソ、まんまとしてやられた。名前、D4532、腕の数字、17、射撃の効果、D4532 は銃をつかみ、ターゲットを狙って発砲した。9mm の弾丸がターゲットに命中した。事案、D4532 はその後、防弾ガラスの後ろにいる研究員を狙った。彼は警備員によって射殺された。メモ、失望した、本当に失望した。エージェント、ウェルド。名前、D2135、腕の数字、62、射撃の効果。D2135 は SCP-32、FR を振り回し発砲した。被験者はその後、武器の効果によって姿を消した。収容違反が確認され、SCP-32、FR の優先的な捜索が4時間にわたって行われた。事案、D2135 は、実験が行われた建物の屋根で死亡しているのが発見された。彼の体は数百メートルを落下したのと同等の損傷を負っていた。SCP-32、FR は回収され、何事もなく再収容された。名前、D8903、腕の数字、170、射撃の効果。D8903 は SCP-32、FR を掴み、ターゲットに向かって発砲した。わずかな口笛のような雑音が実験室で聞こえ、ターゲットは即座に壁の右上に釘付けになっているのを発見された。検査の結果、壁から発見された弾丸は長い石英でできた針であり、測定を行ったところ長さ約40センチメートル、直径わずか4ミリメートルであることが判明した。事案、なし。メモ、通常の石英では実験室の壁に穴を開けられなかったことに注意してください。ヨハネス博士。名前、D7357、腕の数字、2、射撃の効果。被験者は武器を手にすると、ターゲットに狙いを定めて引き金を引いた。発射された物体からは非常に短いシューという音が聞こえ、キロメートル毎時でターゲットに深くめり込んだ。問題の発射物は、実験に参加していた、博士の腕時計の共振であることが判明。被験者は2回目の発砲を行い、第2の発射物、腕時計の2本目の針、もターゲットの1発目の命中箇所に正確に深く打ち込まれた。事案、2回目の発砲の前に行われた、博士の激しい抗議を数えないのであれば、なし。メモ、さらなる実験が必要であると考えるが、すべての研究員が時計を所持していたという事実を考慮すると、SCP-32、FR の発射物は所持している被験者に対して常に同一のソースから供給されている可能性が高い。また、被験者である D7357 は狙いを定めることに対して特別な能力は持っていなかったことから、手の狙いは自動で調節されると思われる。また、針が打った瞬間に補強され、それらが推進力や衝撃を受けたにもかかわらず少しの破損もしなかった点にも注意すること。名前、D4342、腕の数字、42、射撃の効果。D4342 は神経質に武器を手に取り、ターゲットに狙いを定めて射撃。様々な複雑な模様に囲まれた白色の数字、42、が刻印された、寸法 1.42m×71cm の黒い木製のドアが、被験者から 1.42m 離れた位置に出現した。約4秒後、ドアが突然にして解放。40cm 程度の大きさの白いネズミが後足で直立しながら、ドアの中から現れた。それは片方の前足で口ひげを滑らかに撫でながら、財団にとって未知の言語を用い被験者へと話しかけた。D4342 は、博士が状況を説明するように要求したにもかかわらずそれに反応せず、その生物をじっと見つめ続けた。D4342 は SCP-32、FR を取り落とし、エージェントの妨害にも反応することなくドアに向けて歩き出し、生物と共に消失。その後ドアも突如にしてしまり、同様に消失した。事案、D4342 は現在まで発見されていない。別の次元、世界に移動したとの仮説が出されたが、現時点では証明することは不可能である。メモ、特に連続で射撃を行った場合に何が起こるかを確認するために、さらなる実験が必要となると考えられる。
私は、次はこの数字が浮き上がる被験者を追跡するべきだと提案します。博士。すべての目撃者は、ドアの向こう側に異なるものを見ていると思われる。博士は万華鏡のような色彩を見たと主張し、彼の研究助手は、宇宙戦艦の内部を見たと証言、エージェントは何も見えなかった、向こう側は。明かりの故障した冷蔵庫を閉じた時の内部と同じように暗かった、と証言し、エージェントは図書館の内装を見たと主張。ビデオ監視カメラからの映像では、向こう側は別の場所には繋がっておらずドア枠だけが立っているという現象を映し出している。実験のビデオ映像は、博士に言えば確認することが可能である。